おお。これはいいね。全然ちげえがはい、侍健介ことサムケンです。今回はですね、こちらご用意しました4つのですね、まあノコギリで、ちなみにノコギリじゃないやつもちょっと1個混ざってるんですけれども、これら4種類のノコギリ的なものを使って、この下に、まあ、たくさんありますこの薪をですね、今から切ってですね、まあどれが一番いいかというかですね、まあ具合をちょっとレビューしていこうかと思います。でまず一番、最初に買ったのがこう、買った順で言うとこうかな。買った順で言うとこうなるんですけれども、はい、この一番左のやつが、まあ、いわゆる、ビクトリノックスの、まあ、万能のナイフっていうことで、まあ、様々なですね、こう、まあ、普通のナイフからですね、まあ、栓抜き、ハサミとかね。で、これがノコギリかな。で、これちょっとしょぼいんですけど、非常に短いノコギリが、ついておりまして、まあ、あとは、なんだろうな、あんま使わないけど、ルーペとかね、ドライバー、プラスドライバーとかね、マイナスドライバーに、これよく使うんですけどね、栓抜きなんかもついてたり、あとワインもね、これいけちゃうっていうね。で、これ多機能すぎてちょっと、分厚すぎるっていうのもあるんですけどね。はい。で、今度こちらですね、二つ目が、もうちょっと大きめの、ビクトリノックスですね、同じところのナイフということで、これはシンプルなんですけど、ナイフがね結構長めのナイフになってて、なおかつこれ安全ボタンっていうかね、こうロックされるようになってるんですね、ちゃんとね。でこのボタンを押すとカチャンって閉まるという風です。なんでこれだとまあ料理とかステーキ食べるときなんかもよく使ってるナイフですね。でこいつのもう一個の刃がこれかな。はい、こいつのがね少し長めの、これはノコギリになってまして、これもちゃんとロックかかるんでね、安全に切ることができると。ちょっとよ。で、これ、ん?あ、こっちはロックかかんねえんだ。これはね、ロックかかりません。すいません。ロックかかりません。ちなみに、こっちのね、さっきの、ビクトリノックスのちっちゃい方のノコギリもですね、当然ながら、ロックはないのでね、若干ちょっと危ないなって感じがしますけどね。ロックはないです。はい、そしてこの三つ目がですね、最近ちょっと買ってお気に入りになってるんですけどね、もう男が持ちたいというかね、この男が一つは持っておきたいというようなこの武骨アイテム、レザーマンウェーブプラスでございまして、これですね、結構重たいんですけど、これカッとね、こう開きますと、なんとね、ラジオペンチみたいなのが出てきまして、しかもこれカットできるようになったんですね、プラスから。はい。前なんか、これついてなかったらしいんですけどね。これで、ギターの弦とかね、そういったものもこれでカットすることができると。かなり、しっかりしてます。で、これについているのが、ナイフなんですけども、まず、こちらかな?こっちのナイフ。で、これは通常のナイフですね。これもカチャって言うんですけど、これ固定されてます、完全に。なんで、かなり安全。で、戻すときは、ここをクッと押すと、クッと戻るレザーマンですね。で、この逆側にもう一個ナイフありまして、これがですね、今回、ノコギリじゃないのにちょっとチャレンジしてみようと思ってるんですけど、ちょっとギザギザがついてるですね、刃ですね。多分切れないと思いますけどね。一応これも念のため、チャレンジしてみようかと思う。で、これもね、ロックされてるんで、ガチャって押すと、こうやって閉まると。で、レザーマン、これ全部ロックがちゃんとかかってまして、こういう小さいですね。例えば、これよく私使うんですけど、栓抜きがね、ここについてまして、ちょっと勝てんだよな、これ。はい、栓抜きですね。缶切りにも多分なると思うんだけど、この栓抜き、こうやって使えるんですけど、これもですね、なんとロックがかかるんですね。すごいですよね。で、ロックの解除がここのボタン。これを押すとガチャッつってね、こうやって戻すことができる。で、これなんと全部ね、ロックついてますんで、例えばこれもう一個がこれ、プラスドライバーですけど、これもちゃんとロックがガチガチにかかってるんで、まあ、結構力加えやすいというかね、安全に作業ができる優れもののレザーマンウェブプラスでございます。
あんま関係ないですけど、一応今回入れてます。はい、そしてこちらがですね、今回メインになります。まあ、どれが一番切れるかって言ったら、もう 100% こいつが切れることは分かってるんですけどね。最近ちょっと買いました。シャークソーってやつですね。メイドインジャパンの楽しみっていうね。で、長さが180ミリのですね、焚き火のこぎりをご用意いたしました。もうこれ完璧、これ長いですね。長いんで、もうこれと比べてもね、比べ物にならないぐらいの、まあ、確実にこれよく切れるんじゃないかなということで、今から、あ、ちなみになんかサムライノコギリみたいな感じの名前のですね、ノコギリもかなり有名で、もうちょっと長めのものもあったりとかね、あの有名なヒロシさんなんかも使ってたりとか、オリジナルでも出されてるみたいなんですけども、まあ、それよりね、こっちの楽しみの方がね、なんか切れるらしいっていうんでね、今回ちょっと今から、薪ストーブをやるんですけどね、薪をちょっとですね、今から切っていこうかと思います。それではやってみます。ムサムケンチャンネル。はい、じゃあまずですね、この今までこれで木を切ったことはないんですけどね、ビクトリノックスのこのちっちゃいマルチツールについている非常に短い10センチもないと思いますけどね、こちらの斧をね、まず使っていきたいと思います。はい、じゃあこれ多分軽いんで針葉樹っぽいですけどね、こちらをちょっと切ってみましょう。切れるか。はい、しょぼいな。いや切れてる。これは切りづらい。これは無理じゃないかな。これはもうね、あの刃渡りが短すぎてほとんどね、こんなサイズ感なんで、まあ、切れんことはないけどさ、これはちょっともう楽しくないですね、切れないんで。ちょっともうこの辺にしましょうか、こいつは。はい、ほぼね、まあ、こいつはもうほんとよっぽど細い割り箸とかぐらいだったらいいですけどね、まあ、まあ割り箸は言い過ぎかな、もうちょっとあの細めのだったらいけるんじゃないでしょうか。はい、じゃあ次はですね、ビクトリノックスでももうちょっと先ほどのものよりも刃渡りの長いしっかりしたやつの方ですね。はい、じゃあこちらちょっとね、うん、固定されないんでちょっと気をつけながら、はい、行きたいと思います。少し刃渡りが長くなったやつですね。いきます。よっ、あ、ちょっと待って。あー、でもこれもちょっと長いとはいえ切りづれ、あー、でもさっきよりは切れるね。さっきよりは切れるわ。そうですね、うん、こっちの方が実用性としてはギリギリ使えるなって感じ。まあ、非常時で持ってない時で、これしか持ってない時でも、まあ、なんとか切ることはできるけど、切りづれな。あんまり大量に切るのは嫌ですね、これでね。まあでも、切ることは可能かな。よいしょ。切りづれな。よいしょ。っていうか、あんまノコギリ使ったことないから、慣れてないっていうのもありますけどね。あ、いいね、いいね。疲れるな、はあ、慣れてない。あ、危ねえね、やっぱロックがないと危ねえな。よし、あ、いいですね、切れました。ということで、まあビクトリノックスのね、この刃渡り若干長めのこのマルチツールのものであれば、まあ針葉樹ぐらいだったらね、切ることができるということが分かりました。はい、じゃあ次はですね、ちょっとまあダメ元なんですけど、レザーマンウェーブのね、この一番気に入ってるやつ、こちらのマルチツールの、ちょっとギザギザの方のね、面ですね。はい、見えますか。こちらのちょっとギザギザの方の、はい、ナイフでちょっと切れるのかね、試してみようと思います。多分切れねえと思うけどな。はい、これ切れんこともないけど、これ無理だな、そもそも
用途が違うから、これはちょっとね、さすがに無理だと思いますね、この辺で諦めます。はい、これちょっとやりたかっただけ、紹介したかっただけです。好きなんで、これかなり気に入ってます。男心がね、くすぐられるレザーマンウェブ。はい、そして真打ち登場ということでやってまいりました。ジャキン。はい、じゃあ楽しみですね。今度は、はい、今回は焚き火のこぎり180ミリのね、刃渡りのものです。じゃあこちらで切っていきましょう。いきまーす。おお、これはいいね。全然ちげえがよ。おお、いいね。よし。すごい。はあ、じゃあちょっともう一本ちょっと。紅葉樹っぽいですもん、行こうか。おお。やべえな、これ。はい、ということでですね、今4つ試したわけなんですけれども、最終的な勝者はですね、今回は、こちらの、楽しみですね、焚き火のこぎり180ミリのものが優勝ということで、結論となりました。まあ、皆さんもですね、もし、でしかもこれね、かなり安くて3001円だったかな、アマゾンで買いましたんでね、3000円で。ちなみにこっちのレザーマンウェブプラスなんかは、ね、いくらだったかな、もう13000-14000円ぐらいして、非常に高いんですけどね。まあ、でもノコギリとしては、まあ、ノコギリだけの機能もね、まあ、こちらのもの非常に軽くて、折りたたむとね、コンパクトになりますんでね。あ、しかもこれね、なんか2段階でね、この角度とさらにこういう角度の方の2回、2パターンですね、こう使うことができるんで、まあ、なんか切りづらかったりしたら角度変えてやったりとかして、より使える幅がね、広がるのではないでしょうか。で折りたたむとこんだけですね、非常にコンパクトなんで、まあ、で細長いんで、隙間にこうなんていうのかな、まあ、ギアバッグとかにさっとね入れとけるんで、おすすめの一品。あと見た目もね、オリーブ色ってことで、なんか男心くすぐるようなね、ミリタリー系のデザインになってるんで、かっこよくてね、おすすめです。はい、ということでご視聴ありがとうございました。バイバイ。